くお願いします。よろしくお願いします。ツイキャスの方はずっと声が入っているので。あ、そうですか。はい、ツイキャスをご覧の皆さん、どうもよろしくお願いいたします。まもなくサザンブリーズ始まります。今日はゲストさんもいらっしゃってますので、後ほどご紹介してまいりますので、よろしくお願いいたします。30秒前ですね。はい、最初は僕の方で進めてまいりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、時刻は午後5時を回りました。FM 技能機の皆さん、こんにちは。はい、私、木曜日担当の、キャンが、サザンブリーズをこれからお届けしてまいります。79.7MHz、FM 技能よりサザンブリーズをお届けしています。こちらですね、トロピカルビーチのサテライトスタジオということで、売店横のですね、こちらの、窓際のサテライトスタジオから、お届けしてまいりますよ。はい、今日はですね、ゲストさんもいらっしゃっておりますので、後ほど、はい、紹介をしてからですね、はい、いろいろお話を伺っていこうと思っておりますので、そちらも楽しみにされてください。で、本日の、トークテーマなんですが、昨日ですね、ちょっといろんな番組で、怖い話が行われてましたよね。で、それでちょっと僕の方でもですね、怖い話をお届けしようということで、まあ、いろいろ準備もしておりますの で、 で皆さんも何かね、ツイキャスの方で、コメントを、まあ、入れる際にですね、ちょっと怖かった話とかですね、入れてもらえればまたありがたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらですね、まず今日もたくさんのメールメッセージをお待ちしておりますので、皆さんよろしくお願いします。メールアドレスの方ですね、797@fmgino1.com、797@fmgino1.com となっております。FM ギノワンではですね、電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの皆さんは、FM ギノワンのホームページからリスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。はい、ということで今日はですね、またいろいろと来週ですね、第5週最終日木曜日になってますので、月末ちょっとまた僕の方で企画を考えてですね、ちょっとお届けしようと思ってますので、番組の最後にはそれもお伝えしながら、また来週に向けて宣伝してまいりたいと思っております。はい、ではまず第1曲目ですね、今日は、曲の後にまた、お天気交通情報をお伝えして、それで、まあ、ゲストさんの方にお話を伺っていく形になりますので、皆さんどうかよろしくお願いいたします。で、本日の曲なんですが、ちょっとですね、準備した方法でできなさそうなので、急遽ちょっと変えたいと思います。はい、こちらにしましょう。本日の1曲目、まあ、ビーチにも合うのかな。まあ、お好きな方は皆さんお好きだと思います。ビッグバンでバンバンバンでございます。というわけで、ツイキャスをご覧の皆さん、今日は怖い話でお届けしてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
カメラの方向こうなので、もしあの、はい、あ紹介があったら向こうの方も見ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。カメラはここ1本だけですね。そうですね、こちら1つだけになります。ちょっと向きがちょっとなんかカクって斜めやってますね。でもあのここの方が緊張しないですよね。なんかこういう視界で確かにこう正面見られてる感じがなくてそうですね、なかなかこう真正面から映すと結構なんかまじまじと見られてて、そうですね、自分と目が合っちゃったり口元隠したくなっちゃいますねちょっと道路交通情報とお天気からお伝えしますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。これはリスナーさんですよね。そうですね、キャン君、リストさん、ハイさん、シプリームさん、いつもちゃんあのもう FM 技能案のヘビーリスナーさんで。ああ、そうなんですね。あのコメントは東京から送られて、シプリーム、シプリームさん、はい、シプリームさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。シプリームが好きなんですか。どうなんでしょう。そうですね。多分そうなんでしょうね。シュプリームさんでも聞いたらもうすごいダンディーな大人の男性とお伺いしているので、はい。僕の中でもイメージがこうまだまとまってないです。ああ、そうなんです。ありがたいですね。はい。もうこれからもぜひよろしくお願いいたします。天気は。準備する時間がなかったので、はい、今日は曲は全部没ですね。なるほど。怖い話でいきます。わかりました。ちょっと一度、そうですね、今日はお時間は一応この宣伝終わって後は、はい、大丈夫ですか。6時ぐらいまでは。あ、大丈夫です。大丈夫です、はい、でしたらちょっと最後までお付き合いいただいて、はい、で最後もまたちょっとこの宣伝とかしていただいて、はい、でそれでもう最後終わりましょうか。あ、わかりました、はい、あのお店はもう全然ギノワンで、はい、で7時からまた開けるので、はい、全然ちょっとゆとりあります。大丈夫です。ありがとうございます。お直接ありがとうございます。ちょっと曲が上がりそうですね。お届けした曲は、ビッグバンでバンバンバンでございました。はい、ここからはですね、道路交通情報の方に参りたいと思います。はい、BGM が入りましたね。はい、まずは、お天気の方ですね。本日今夜24日、南東の風晴れところにより雨で雷を伴う、波の高さが 1.5 メートル。ちょっと今日カミカミですね皆さん申し訳ございません。ですね、18時から24時の降水確率 20% ということで、ちらほら、そうですね、雲の方も見えますかね。やはりまあ、この前台風が来た影響で沖縄地方高気圧の範囲内に今入りましたけど、まだちょっとね、縁の方なので割と雨雲とかできやすい状況なので、皆さんね、雷とかには注意されてください。明日のですね、25日、南東の風晴れところにより、明け方まで雨、雷を伴う、で波の高さ 1.5 メートル、で朝の6時までの降水確率が、まあ、今夜の降水確率ですね、 20% で、明日は 10% となっております。那覇の気温の方がですね、日中の最高気温が34度、朝の最低気温の方が28度となっております。
はい、皆さんね、やはりこう雲とかができやすい状況なので、こういう時には水蒸気も伴っているのでね、発達した積乱雲が局所的に発生しますので、雷が聞こえたらまず屋内に避難されてください。雨の方とかもですね、激しい雨とかは、割と土砂災害とかですね、水没したりとかいろいろ大変ですので、運転される皆さんも注意されてくださいね。はい、ではお天気情報は以上で、道路交通情報の方に参りましょう。はい、道路交通情報の方がまず沖縄自動車道ですね。今日は割と、渋滞等があるようですね。北部の方ですね。これは金のインターチェンジ付近ですかね。ちょっと表示が出ないな。割とですね、これは多分工事による規制でしょうね。片側封鎖、一車線封鎖とかがある地区の近くは、金から、宜野座、少しの、渋滞と、石川から夜間にかけてだいぶ渋滞があるようです。ちょっとどうしたんだ、表示が出ない。はい、那覇の方もちょっと規制がありますね。この西原インターチェンジ付近の方に、規制がありますので、皆さん注意されて、運転をされてください。はい、続きましてじゃあ一般道の方に参りたいと思います。はい、一般道、宜野湾周辺ですね、割と今渋滞の方見受けられますね。はい、まず茶壇から伊佐谷交差点にかけて58号線だいぶ混雑しております。そしてグスクマから脇港、いつものルートですね、こっちの58号線も、双方ですね、上がり下り、渋滞が見受けられますね。であと大蛇名交差点の方もですね、前原にかけて、区間で、渋滞が発生しております。はい、330も起点はですね、石平、そうですね、石平交差点の方で、つけらんに向けてがだいぶ渋滞してますね。上り下り両方渋滞しているので、皆さん運転されている皆さんはですね、はい、イライラせずに運転の方集中されてですね、はい、事故を起こしたら大変ですので、事故のないように皆さんどうかよろしくお願いいたします。はい、ということで以上道路交通情報と、お天気の方でございました。はい、というわけで以上道路交通情報とお天気でしたが、ゲストさんにですねお話を伺う前に、今日のまずテーマ、怖い話ということで、まず一つ僕の方から怖い話をしてまいりたいと思います。はい、ビーチにいる皆さんも聞こえてるんですかね。はい、ちょっと、割とですねサクッと話せる怖い話を一つ準備してますので、こちらをお届けしてから、参りたいなと思います。さっきから準備に時間かかりました。かかってますね。なんかムード的に真逆ですよ。怖い話だぞ。ムード的にはですね、このビーチの雰囲気と、はい、また後ほどですね、このもうすごい今日晴れて明るいんでみんな怖くないと思うんです、ね、そうですね、はい、なぜこんな時間に怖い話をするんだと、はい、いやいいですね、新しいです、新しい斬新な方法 で、ね、では指切り現場というお話をお届けしたいと思います。指切り現場という言葉、俺も子供の頃は何気なく使っていた気がするのだが、その語源はかなり怖いもの。昔遊郭が存在していた頃、遊女がお客に対して変わらぬ愛を誓う方法として用いられたというものだ。それは文字通り不貞を働けば指を切り落とし1万回殴られるという恐ろしい約束なのだという。そしてそれは現代でも脈々と生き続けている一種の呪いなのかもしれない。俺の知人にあるカップルがいた。とにかくいつも一緒にいてベタベタとくっついている。まあ、確かに周りから見てもお似合いのカップルには違いはなかったが、そしてある日彼氏の車を運転中の事故で彼氏が車の運転中の事故で他界してしまう。
残された彼女は反響来になって悲しみ、見ている友人たちも辛かったという。それでも心の傷は少しずつ癒えていくものであり、彼の事故死から2年後には彼女さんには新しい恋人ができた。彼女はまた以前のような元気な女性に戻って、その姿に周りの友人たちも安堵している。しかしその彼女に会が訪れるようなのもその時期だった。ことの話しまには単純なことだ。ある日、彼女さんが仕事から戻ると、部屋の中に写真が1枚落ちていた。それは、よく見ると、亡くなった彼氏の写真だった。あれ？元彼の写真は全部処分したはずなの？そう思っていたら、もしかすると1枚だけ捨て忘れていたのかもしれないと思い、その写真を細かく破いて、ゴミ箱に入れた。ごめんね。でももう2年も経っているから許してね。彼女は心の中でそうつぶやく。それ以来彼女は、彼女の身辺で怪異が頻発するようになる。それからですね、まあ、どんどんとですね、怪異が深みを増していくんですね。しかし、まあ、こんな邪悪な、怪異が続いた彼女は、実家に戻り、一生独身で生きることを誓いました。すると不思議なことに会は収まったのだと。現在彼女はすでに40を過ぎているが、未だに結婚はしている。結末が暗いものなので書こうかどうかと迷ったら、これもまた実話なのと思い、ここに書き続けるということで、これは一応実話をですね、投稿するサイトの方からいただいたお話なんですけど、指切り編簡単に約束するとっていうことですかね。あ、そうですね、はい、実話っていうのがまた怖いですね。はい、ありがとうございます。まあ一応ですね、皆さん不思議なお話、怖い話、今日はちょっとお届けしてまいりたいと思いますので、まあでもですね、怖い話って言ってもいろんな種類ありますよね。僕の方でですね、まあ、実体験でお話しする、まあ、ちょっと心霊系の怖い話もありますが、ちょっとね、危険な目にあった怖い話とかですね、死にかけた怖い話とかですね、ちょっとジャンルいろいろあるので、そこもちょっと含めてまた今後後半にですねお話してまいりたいと思いますので、皆さんどうか1時間ですね、最後までお付き合いください。ここでですね、一度CM を挟んでですね、ここからまた雰囲気変わるんですが、今日はゆうささんがいらっしゃってますので、紹介してお話しいただきたいと思います。では一旦 CM です。CM の方がですね、はい、2分ほどあるので、終わったら、はい、まず僕の方が紹介をして、はい、そこからも、お話をいただければ。あ、宣伝からってことですね。そうですね。であとはこう分からないところを僕がこうちょっと聞いていくと思うので、あ、そこを説明していただいて。はい、分かりました。はい、あ、横浜から聞いてるよーって。すごいですね、これ多分ですね。はい、大スーンですね。おお、大スーンだ。僕の親友です。あ、そうなんですね。ありがとう、よろしくお願いします。今日はね、怖い話なので大スーンも怖い話。 BGM 聞こえない、小さいよ。また小さいですね。ちょっとBGM 小さいということで指摘があったので、またちょっと調整したいなと思います。すごいですね、東京から横浜まで。すごいですね。はい、全国から聞いてる。シュプリームさん、怖い話、爽やかなビーチで怖い話、新しい監視だね。シュプリームさんが提案したんですよね、昨日ね。あ、そうなんですか。はい、あ、怖い話でした。明日は怖い話で決まりだーっつってツイキャスでちょっと一部見えたんで、それで僕の人決定したっていう戦いきさつがあるんです。昨日ちょっと夜の番組で、怖い話スペシャルだった。あ、なんかだったんですか。大きい番組かなんか。そう、まあ、ちょっと夜の芸人さんの番組で、あ、もう夏休みスペシャルということで、夏休みが終わり。はい、では間もなく CM が開けるので、開けたらまた振りましょうね。はい。
はい、時刻は午後5時18分を回った19分を回りましたね。はい、19分を回ったところでございます。サザンブリーズお届けしているのは私木曜日担当のキャンでございます。はい、でここからはですね、まあ、怖い話を今日はトークテーマとしておりますが、ゲストさんいらっしゃっておりますので、まずはゲストさんを紹介したいと思います。ギャラリーピーナップの代表であります許田、守屋様が来ていただいております。では守屋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、私、宜野湾市、前原にあります、まあ、通称新町と呼ばれている場所で、ギャラリーを営んでおります、許田守屋と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。このギャラリーっていうのはどのような形で、運営をされているんですか？あ、はい、基本的にはレンタル式で、はい、まあ、いろんなアーティストさんとか、まあ、そうですね、お絵描きさんとか、まあ、写真家だったりとか、あと、まあ、刺繍家だったりとか、はい、まあ、あと、まあ、洋服ブランドを、まあ、自分でやってる方に、まあ、うちをお借りいただいて、はい、展示をさせてもらうシステムを、設けてますね。はい、あ、すごいですね。あ、いえ。なんかこのギャラリーとかですね、はい、こういった、まあ、いわばアート、はい、アートな世界っていうのは、はい、私興味はあるんですけど、はい、なかなか自分自身が絵下手なもので、はい、全然知識がなくてですね、あ、はいはい、それでいろいろどうやったら楽しめるのかなってちょっと教えていただければなと思ってるんですが。あ、わかりました。はい、一応基本的にはアートは自由なもので、はい、もう本人が信念を持って誰かに何かを伝えたい、誰かに何かを表現したいという意味であればもうそれはアートになります。例えばお絵描きじゃなくても、はい、何かパフォーマンス としてもですね、はい、まあ、人に見せてこれはアートだって言い通せばそれはアートになります。あ、そう、すごいですね。なんか自分ちょっと先ほどもお話ししましたが、はい、まあ、普段ちょっとスケートをしていると、はい、ドラブレードをしているとお伝えしたんですが、はい、まあ、このスケートもですね、はい、なんか生き様というか、はい、ちょっとこれがストリートだみたいな、はい、だからそういったのもちょっとつながるような気がして、はい、そうですね、表現としては、はいはい、まあ、表現の仕方によると思うんですけど、まあ、それもアートにつながる可能性はあると思いますね。はい、やはりこれもやはり何かを表現したいっていうこの熱い心が生む、うん、なんか情熱っていうんですか、ね、そうですね、と本人の信念ですから、ね、そうです。このアートはやはり普段ですね、やはり身近に感じるってことなかなかないと思うんですけど、はい、こうやってこう街に根ざして、はい、やはりこういうギャラリーを開いていただくと、はい、割と学生さんとか、はい、まあ、地域の人が来やすいのかなっていう、はい、まあ、ざっくりとした印象なんですが、ね、あ、そうですね、一応私、この僕が今、営んでるギャラリーがこの宜野湾市前原 この新町って呼ばれている場所で、はい、ここが元前原社交街だったんですね。はいはいはい、まあ、男性の方がその、まあ、お店で、まあ、女性とちょっとお遊びをするっていう街だったんですけど、はい、でも、まあ、7、8年前に、まあ、ちょっと撤去されて今、最近はゴーストタウン化してはいたんですけど、はい、まあ、その中で、まあ、新町にあるコムプレイスさんっていうバーがあるんですけど、はい、まあ、若者向けのおしゃれなバーができて、であと神代っていうバイクショップもできたりして、はい、で私が今ギャラリーを営んでいるとこなんですけど、まあ、この始めたきっかけもですね、最初は、まあ、ちょっと家賃ゴーストタウン化して周りの物件がちょっと家賃がお休みだったんですね。ちょっと誰も借りる人がいないらしくて、で僕はそこで借りてここで何かしたいなと思って、最初は自由な空間にしようと思ったんです、はい、音楽もできたり、まあ、そうですね、何でもできちゃうみたいな感じだったんですけど、でも最近ちょっと住宅として人気が出てきて周りに人が住み始めたんですね、はい、であまりうるさいのはできないなと思って、でまあちょっとギャラリー、そこからギャラリーってのを思いついたんですけど、はい、絵とか写真を展示するんだ、するんで基本的には静かだと思うんですけど、ただなんかこの
まあ今ゴーストタウンなんで、この町自体をあの那覇にある桜坂みたいに、元はそういう町だったけどなんかおしゃれな町に変えるっていう目標が、まあ自分も含めそのコモプレイさんだったり神尾さんだったりそういう目標が ありますので、まあその手っ取り早いっていうか、この、このイメージを変えさせるその早い方法といえばやっぱりあのアートだったりするのかなと思って、はい、そこにギャラリーを立ち上げました。すごいですね。いや、なかなかそう思っても、はい、行動できない人っていうのは大半だと思うんですよ。はい、だけどこれをちゃんと実現していくっていうそのこのプロセスっていうのが、ああそうです、今すごいなと思いまして。ありがとうございます。一応5年前から借り始めて、やっと今年オープンしました、ね。はい、5月から。質問、質問が来てますね。あ、展示の際、壁は画鋲や釘打ち OK ですか？ OK です。あ、そうなんですね。はい、天井も OK です。今の展示も、あの展示もう穴開けまくってます。可能です。あ、じゃあ、メーグーさんですね。メーグーさん、よろしくお願いします。何か展示したいものがあるんですかね。あ、そうです、気になります。気になりますね。そちらもちょっと、送っていただければ。はい、はい、ちょっと今ですね、やはりこの時間、実はサザンブリーズの時間ですね。僕は始めたばっかりで、はい、まだまだ何も内容決まってないので、はい、できればこのピンナップの今日は本当にお伝えをしたいなっていうことで、あ、はい、皆さんいいんですか。ぜひ聞きたいことがあったら今のうちですよ。もう全部代表の木田さんに聞いていただいて、興味がある方はですね、やはりこう現地にも足を運んでいただいて、はい、そういう今日は番組を持っていきたいので、皆さんぜひメッセージの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、このギャラリーの方なんですけど、はい、広さはどれぐらいあるんですか？団体向けスペースが はい、個人団体向けスペースがこの、まあ、大人数の方だったり、あと、まあ、作品数が多い方向けの、まあ、スペースがあるんですけど、まあ、そこが、まあ、横9メートル、はい、で、まあ、高さがまあ2メートル50ぐらいですね。はい、ありますね。広いですね。はい、でそこが広い方 で、はい、でもう一個個人向けスペースが、まあ、縦横、2メートル、高さも2メートルぐらい、はい、まあ、全部2メートルぐらいのスペースが、まあ、個人向けスペースでありますね。では割と大きな作品とかも、はい、今中に展示ができる。あ、そうですね、はい、今のところ、はい、今やっている方も、もう普段もう美術館でやってる方がうちでやっていただいてます。はい、なんか美術館のこの作品が自分の街で見られるって、なんかそうですね、はい、でしかも今回ブラジルからやってきてるんですよ。そうなんです。すごいですね。ちょっと紹介してもいいですか？はい、どうぞどうぞ。ぜひぜひ。はい、あ、こちらなんですけど、まあ、まあ、このイベント名が、あ、まあ、この個展名がですね、はい、ハイツトロンコアフェイトっていうんですけど、これはポルトガル語で、根っこ、幹、希望という意味なんですけど、はい、まあ、今回この方はブラジルで染色家をやっていてですね、はい、まあ、布をこの、まあ、高度なテクニックを使ってもう部分的に色をつけたりとかですね、はい、で布にはちょっとつけづらい色をつけたりとかですね、もうやっている方なんですけど、でブラジルではもういろんな美術館とかに展示したり、あと、まあ、ワークショップを、まあ、ブラジル各地でいろんなところで、まあ、やられてる方で、もうこれだけで生活をしている方なんですけど、すごいですね。はい、で今回、まあ、日本では初めての展示で、それがなんとうちということで、はい、そう、今日曜日までやってて、実はこのラジオ終わった後も、7時から9時まで2時間の間開けておりますので、もしよければよろしくお願いします。はい、はい、ぜひですね、もう興味のある皆さん現地までお箸を運んでいただいて、こういう展示ってなかなかですね、やはり見られないと思うので、僕もですね行きたいんですけどね。このあと12時までなんですよね。あ、そうなんですか。残念ながら次回の個展でも。そうですね。よろしくお願いします。はい、またこうやって今日でですね、はい、まあ、知り合えたことで、はい、僕も